世界の七不思議。世界の七不思議とは、古典古代、古代ギリシャ、古代ローマ時代における七つの注目すべき建造物のことである。現在一般的には、紀元前2世紀に、ビサンチウムのフィロンの書いた、世界の七つの景観の中で選ばれた、古代の地中海地方に存在していた七つの巨大建造物を指す。フィロンの書に言う、シアマタとは、ギリシア語で、 眺めるべきものといった意味である。これが、ラテン語のセプテム・ミラキアラ、脅威、奇跡を経て、英語のセブン・ワンダース・オブ・ザ・ワールドとなった。他方、日本語の不思議とは、もともと思い測ることも言葉で、表すこともできないことを意味する仏教語であり、日本においては、1248年、家庭4年の奥書きを有する主張もの意味でのことが、 諏訪者の真意を表すものとして用いるなど、諏訪の七不思議、宗教と関係が深い事象に使われた。しかし、近世になると、これが世俗化し、各地の人気な事柄を七不思議というようになり、1812年、文化九年の北越紀壇は、モゆるなどを越後の七不思議に挙げる。時代が進み、信仰心が希薄になるにつれ、怪異な現象。 不可解な事柄を、七不思議というようになり、落語でも有名な、老いてけ堀は、本所の七不思議である。また、西欧においても、後世、フィロンの七不思議に習い、新たな不思議が検証されるようになるが、中世フランスの、は、燃える泉、無毒の塔など、超自然的な現象であった。英訳、セブン・ワンダース・オブ・ザ・ワールドの、ワンダーは、驚かせるもの。 称賛すべきもの、サムシングザットフィルズウィズサプライズアンドアドミレーション、という意味であると説明されるが、日本語で世界の七不思議などとが定着してしまったために、現代ではオカルトブームなどと結びついて、当時の土木技術のレベルを超越している、物理的に可能とは思えないといった意味で解釈されることがある。それがゆえに、七不思議の実像が誤解されることもある。空中庭園など、 神秘主義者の中には、これら建造物が超文明によって建設されたかのように考えるケースもあり、オカルト関係の書籍においても、後世の迷信を含む説明が掲載されている、大パーツ。しかし、こういった巨大建造物の建設が多くの場合においては、国家事業として、現代では想像しがたいほどに長い期間をかけてなされていた面もあり、また文明は、 一様に進歩しているわけでもなく情報の散逸や技術の異質といった問題を含んでいて、後世のものがその建築技術の高さに驚嘆したとしても必ずしも超古代文明の存在の証明にはならない。一般的に挙げられる七不思議は以下の七つである。このうちアレクサンドリアの大東大は実際にはフィロンの選んだ七つには含まれていない。これはフィロンが 自分の国の不思議は入れないことに決めていたためでフィロンが選んだのはバビロンの城壁であった。バビロンの空中庭園とバビロンの城壁が誤って同一視された結果、アレクサンドリアの大灯台が導入されたとされる。これらのほとんどは地震や破壊などで消滅してしまい、ギザの大ピラミッドのみが現存する唯一の建物になっている。また、マウソロス霊廟や エフェソスのアルテミス神殿のようにい家遺跡がわずかに残っている例もあれば、バビロンの空中庭園やロドス島の巨像のように完全に破壊されて、痕跡も残っていない例もある。このほか、シドンのアンティパトロス、ローマの大プリニウス、ピラミッドやスフィンクス、アレクサンドリアの大東台、エフェソスのアルテミス神殿、エジプトクレタ島、リムノス島などの迷宮、キュジコスの神殿や競技場、 テーベ、パックス神殿や競技場、劇場、水道橋などのローマの建築物など、様々な学者、歴史家、詩人が七不思議を選定している。時代の変遷とともに、ヨーロッパ人の地理的知識が広がり、七不思議として、世界中の建造物が選ばれるようになった。戦者、年代ともに、不明。 14世紀以降と見られるながら、次の七つが一般に挙げられる。南京の東東以外は現存する。現代においても様々な七不思議が選定されている。スイスの新世界七不思議財団は2007年7月7日に新世界七不思議を決定しようと世界中からの投票を呼びかけていた。 最終候補として挙げられた21の候補地から次の7つが選ばれ、ポルトガルのシュトリスボンで開かれた式典で発表された。また現代版の七不思議は、新、世界7不思議と同じである。中世版とは、万里の頂上、コロッセウムが重なっている。世界の自然七不思議、あるいは、世界の7大自然の脅威についても他と同様に、意見の一致は見ていない。 現在存在する多くの一覧のうちの一つは CNN によってまとめられたものである。レナード・コットレル世界の7不思議を参照のこと、スイスの映画監督、探検家のバーナード・ウェーバーにより2011年のアンケートにより200カ国、1200都市の中から7都市に決定した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。